さあ、はい、あゆちゃん、はい、相変わらず色白いね。ありがとうございます。え、このくそ暑い夏にも日焼けしなかった、はい、もう日焼け止めは欠かさず、もう塗りっぱなし、塗りっぱなし、もう夏を過ぎてないような色してるよあんま焼けないですよね。でもそもそも黒くならない、はい、あのそういう日焼けする場所には出ないとかあんの？いやいや、そんなことないですよ。ちゃんと練習して。練習夜しかやらないとか？いやいや、そんなことないですよ。最近は、はい、お昼ぐらいからもやってます。ちゃんとやってる、はい、あ、そう。だったら今回ね、はい、あ、ちょっと心配なのは、はい、あのちょっと前回欠場と、はい、その前がそうです、ね、初日ね、うん、えっていうね、負けて、はい、結構後輩と演出したっていうのがあったりとか、はい、ね、はい、ありました、まあ、それも腰痛だとかなんとかって話を聞いたんで、はい、うん、どんな具合？あ、今はもう全然、うん、あの落ち着いたし、うん、あのまあ、久留米は特にやっぱその腰が痛くてあんまり練習できなくて脚力が本当落ちてるなって感じだったんですけど、うん、まあ、ここまで練習期間もすごくあったし、うん、あの脚力は戻りました。あ、そう、はい、原因は何だったの？原因は分かんないですけど、分かんない、まあ、多分いろいろありますね。ストレスとかも、まあね、ストレスとか疲れとかが多分どっと出たのかな、まあ、当然ね、はい、長いこと選手やってれば、はい、あの原因不明のね、原因痛みとか当然あるだろうし、はい、あの別に落車とかしたわけじゃない。あ、じゃないです、はい、全くない。それは、はい、あ、だから落車とかのね、外的要因だと、はい、うん、あと心配したりね、 あ、 ね、あるけれども、はい、まあ、ただ原因が分かんないのもね、うん、ちょっと困るよね。まあそうですね、うん、まあ、大丈夫だと思います、ね、はい、でもすでにね、葵はもうグランプリの権利持ってるんで、はい、今年は、ね、非常に気楽に走ってると思うけど、はい、そうです、ね、でもこれどう、第1回のね、はい、はいはい、オールガールズクラシックということで、やっぱり1回目に勝つとさ、うん、名前残るじゃない。そうなんですよ、ね、やっぱオールガールズクラシックも自分の名前で刻みたいです ね、うん、だよね。1回目のチャンピオンって意外とね、はい、みんな覚えてくれる、うん、ね、だって男子のグランプリ俺が1回目だから、あ、みんなね、さすがです。それは知ってるじゃない。さすがです。じゃあ3回目5回目誰ってやったって、そうです、ね、思い出さない確かにやっぱ1回目ってすごいですね。なかなかね、うん、そういう意味ではね、うん、しっかりとね、うん、勝ってまた名前を刻むという、はい、頑張ります。その辺あおい好きでしょ？好きです、ね、お金とねそういうのが好きなんだもんね、はい、だから頑張ってるんだよね。頑張ります。いいね、はい、そう、あのそういうね思いがはっきりしてるのは、はい、お客さんもね、うん、応援してて、はい、あ、これそうだから頑張ってるんだっていうのをね、あ、分かりやすくていいと思う。本当ですか、うん、じゃあ言い続けますで、今回ねマスドで三々バンクだけど、はい、三々はどう？いや、三々ね、あんまりこうイメージないですね。いいっていう印象、まあ悪い印象もないけど、うん、まあやっぱりこういういいメンバーが揃って三々でかなり難しいなとは思いますね。三々は誘導対比は一周半、あの残り一周半400と同じ。400と、ということは距離が短くなるってこと、はい、距離はちょっと短くなるし、ね、だから、はい、あの葵とかの先行してもいいタイプにとってみれば、はい、有利なんじゃない？そうなんですかね。400だと 600m 出なきゃいけないけど、33だとそれが400、ね、ちょっと短くなるじゃない、うん、500m ぐらいに。そうですね、どうなんですかね。でも完登がある分、ね、同じとこからヨイドンってしたら外がやっぱ不利だし、まあまあ巻き返しがね非常に、うん、あの難しいっていうのがあるから ね、まあそのあたり考えて、で特にあのこの開催ね、はい、もう来年も決まってて、うん、久留米なんですよね、来年ね、地元久留米で行われるということもあって、はい、やっぱりそういう意味でもね、はい、ここで勝って、うん、次の久留米の開催盛り上げたいよね、はい、そうですね。あのやっぱりオールガールズクラシックに来るお客さんも女子だけの応援に来る、うん、お客さんなので、うん、あ、楽しかったなって、そういう印象を与えれるように3日間、うん、あの迫力あるレースをみんなでしていきたいなと思います ね。そして来年の久留米に、ね、それをつないでいくと、はい、そうです ね、はい、ね、まあ、いっぱい久留米には選手いるんで、はい、ガールズは特に、そうですね、青いを筆頭に、ね、頑張ります、はい、しっかりね、はい、でこれ勝ち上がりも、うん、初日がシードっていうのは、はい、いや大きいですよ、かなり、ね、他の予選は2着上がりですもんね、うん、かなりきつい戦いにはなるんで、だよね、まあ、ただね、やっぱり初日ある程度、うん、いい加減に走らないで、やっぱりしっかり一着目指して走っておかないと、もちろん、ね、はい、後で影響するからね、はい、もちろん、周りも見てるから、はい、頑張ります。どんな走りをするのかっていう。ですね。まあ、他の選手のコンディションも気になるところはあるけどね、はい、はい、まあもう自分信じて、自分のやりたいレースをするように頑張ります。はい、じゃあ、しっかり頑張って、はい、では最後に、ファンの皆さん、一言。はい、いつも応援ありがとうございます、今回も優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。今回賞金いくらだっけ？700。あ、結構美味しい。はい、欲しいですね頑張って、はい、爪が気になる。爪？今回？え？
衣装とは合わせたんですか？いや違います、たまたまですよ。リボン、女の子らしくリボンをつけてるて。ああそうね、なんか衣装と同じような感じだね。あ本当ですか、うん、たまたま、さすが